おはようございます。どうも、今日は風がやばい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日紅白戦を、2試合やっていきます。で、私翔平 TV と申します。野球 YouTube やってます。よろしくお願いします。どうぞ。で、今回約30名の方が集まっていただきまして、まず全員ちょっと挨拶をしておろうかなと思います。まずお名前と年齢と好きな女性のタイプ言ってもらって挨拶。いや無茶ぶりがちょっと笑いが少なすぎます。冗談。動画的にもやったんで。カットカット。はい、こんにちは。森田です。東京の西側、青梅市から来ました。33歳です。お願いします。お願いします。どうも高生と申します。26歳です。下の方から来ました。よろしくお願いします。はい、グリッチです。来週の水曜日で18歳になります。川崎から来ました。よろしくお願いします。おめでとう。治安の悪い人から。フリームです。東京から来ました。よろしくお願いします。おはようございます。クラクです。先日15歳になりました。よろしくお願いします。誕生日アピールが早い。三浦です。26歳です。埼玉から来てます。お願いします。つくるです。神奈川から来ました。25歳です。よろしくお願いします。マッチです。マッチです。マッチです。山越です。八王子から来ました。17歳です。お願いします。いや、滑ってるな。上野です。八王子から来ました。21歳です。お願いします。田中です。25歳です。東京から来ました。よろしくお願いします。三上です。新宿から来ました。43歳です。よろしくお願いします。素晴らしい。ゆうさです。30歳です。埼玉から来ました。お願いします。お願いします。ひろとです。二十歳です。埼玉県から来ました。ニューポンチャンネルの YouTube をやってます。ぜひチャンネル登録をお願いします。おはようございます。YouTuber だ。健吾です。25歳です。車で5分のところです。よろしくお願いします。良平の知り合いです。良平の一応友達です。五郎です。春日部から来ました。22歳です。お願いします。高井陽こと今川です。25歳です。秋島から来ました。よろしくお願いします。大泉です。31歳です。横浜から来ました。よろしくお願いします。ドクナです。29歳町田から来ました。よろしくお願いします。なんか東京多いっす。いろみです。25歳、東京の北の方から来ました。お願いします。よし。ナグルスっていう名前でツイッターやってます。32歳です。横浜から来ました。よし。よし。はい、石川ジョージです。よろしくお願いします。その辺から来ました。年齢は？年齢は高校生2人分ぐらいだと思います。お願いします。はい、田代です。34歳です。本当にその辺りから来てます。近いです。よろしくお願いします。よし。はい、リキです。32歳です。相模原から来ました。よろしくお願いします。よし。笹井です。栃木から来ました。28歳です。よろしくお願いします。よし。山井です。栃木から来ました。27歳です。よろしくお願いします。よし。リントです。その辺のところ5分で着くぐらいのところにいます。17歳です。よろしくお願いします。よし。モテムです。24歳で、横浜の田舎から来ました。お願いします。よーし。車椅子ソフトボールやってます。江頭と申します。東京の八王子から来ております。お願いします。お願いします。そういった感じで、皆さん、僕のインスタ、ツイッターやもしくは動画に出てもらった方と、野球三番地の方から募集した形で、構成されてます。はい。で、本日は、こういう機会なんで、皆さんいい出会いだと思うので、いろいろコミュニケーションを取ってもらって、楽しんで、安全にやりましょう。よろしくお願いします。よし。では今18分なので、半ぐらいから試合開始したいと思います。よし。準備いただきます。良平くんどうした？良平さん、良平くんどうした？今山梨にいます。何してんの？仕事します。仕事します。仕事？こっちはもう来るらしいです。こっちの方が大事じゃん。そうっすね。何仕事してんの？祝日やる。多分やばい。カットすんの本人なんで。良平くん見てる。良平くん元気。はい、おはようございます。
願いします。今日お願いします。お願いします。先日ありがとうございました。ありがとうございました。動画の反響はどうでしたか？いやもう9位がすごい翔平さんに教えてもらって上がってたんで、はい、嬉しかったです。よかったですか？私からは、まあ、急速早くなったんで言われました。よかったです。今日もお願いします。またよろしくお願いします。お願いします。今日もよろしくお願いします。お願いします。お名前お願いします。三上です。三上さんお願いします。最年長です。最年長43歳。はい、よろしくお願いします。はい、年半分の人いっぱいいますけど。そうですね。そうですね。負けないようにお願いします。はい、大丈夫です。おはようございます。おはようございます。田中さんおはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。まあ今日はベルトを忘れたということで、そこは言わないでほしかったな。ベルトいじりをしてもらっても、そこは言わないでほしかったな。いいということで、それ何のグローブ買ってるんですか？純慶っていう。おーおーおお。どこだっけな、奈良だったかどっかの方のメーカーなんですけど。結構有名ですよね。あ、有名ですか？全然有名です。有名です。結構ね、人気なんですよ。あ、そうなんですか？そうですそうです。なんか大学の頃に革がいいって言って、おお。オーダーで買ってそのまま使ってる。公式用ですか？公式用です。おお、めっちゃ高いんじゃないですかじゃあ。いや結構高かったです。5万ぐらいするんで。ですよね。はい。まあでも革とかすごい本当にいいやつなんで、はいはい、興味ある人はぜひ使ってください。そういいっすね、いいっすね。ありがとうございます。あ、来ましたね、今日は黒マッチで。今日も来ました。今日黒マッチと、あと中に、はい、水色マッチ。水色マッチ。何マッチって言うんだよ今日。2マッチ。2マッチっすね。で、あの予備でもう1マッチ。もう1マッチ。何の単位になってるマッチが3マッチっていう。小室圭さんお願いします。はい、今日よろしくお願いします。だいぶ久しぶりで、あの女子プロの時、あ、女子プロの時、ああ、そっかそっか、あれ以来、あれ以来、あれですね。お願いします。お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。お願いします。じゃあお名前をお願いします。あ、上野です。上野さんお願いします。お願いします。今日どっから来たんですか？八王子市の方から来ました。八王子、結構遠かったですか？いや、今日1時間ちょっとぐらいで来ることに来ました。あ、そうですか、はい、よかった。祝日なんでやっぱ野球なくて、でも野球やりてえなと思って。そうですね、後輩が野球やりたいって言ってくれたんで、あ、ちょっと探してきた時にあったんで、ちょっと募集してみました。あ、なるほど、よかったです。では今日お願いします。お願いします。おはようございます。今日よろしくお願いします。お願いします。山越さんですよね？はい、はい、お願いします。お願いします。元々翔平 TV 知ってましたか？知らなかったですけど、一応動画見ました。動画見ました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、クリッチよろしく。はい、お願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ。クリッチよろしく。お願いします。お疲れ。お疲れさんです。キャッチャーやんの？いや、やんないです。やんない、やんない、やんない、よろしく。はい、はい、お願いします。よろしく。お願いします。はい、お願いします。おはようございます。今日よろしくお願いします。お久しぶりですね、だいぶ。あの、翔平 JB のあのグッズも作業してくれてなって。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ついてないです。さっき帽子かぶってあとで被ります。お願いします。お願いします。ありがとうございます。おはようございます。今日はわざわざ遠くからありがとうございます。いい、ありがとうございます。今日はいいピッチングを期待しますので。はい、ありがとうございます。やってますか、あれ、やってますか？ちょこちょこやってます。ちょこちょこやってます、はい、あれやった方がいいですよ、マジで。はい、お願いします。さあ、おはようございます。おはようございます。なんか同じグループですか？一緒のチーム？草野球チーム。同じチームなんですか？なるほど。ユニフォームもなんか違いますけど、皆さん地方に来てんのはここだけだろ。なるほどなるほど。協調性がないんです。なるほど。誰もチームのユニを着てこないんで。そうですね、横浜だったり、あのヤクルトだったり。自由なのがうちのチームなんですよ。普段はちゃんと着てるんですけど。なるほどなるほど。キャップだけちゃんとチーム。俺結構俺ツイッター見てますからね。皆さんのツイート見てます。監視してますから。冗談冗談です。冗談冗談です。嬉しいです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあね。おはようございます。よろしく。お願いします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 。大丈夫だな、俺後輩だもんね。そうなんですよ。そうなんですよ。それで YouTube 知って、マスク登録してたんで。そう。はい、高校の部室になんかある、そういうのが。噂ではある。あ、ありました、ありました。めちゃめちゃ行ってました。マジで一個上台の先輩が。一個上の台の先輩が。来てたよって。来てたよって。あ、やっぱ近いなと思ったら、まさかの OB だったんです。そうそうそう。おろ、多分経済の管理室かなんかに、なんかあの、検体出場者があります、ね、あります。そこに、そこにいるよ、背番号1番で。あ、そうなんですね。そう、検体行ったから。はい、お願いします。お願いします。あれ、なんか、はい、なんかキャップなんか似てんだけど、俺と。じゃちょっと、こっちじゃないです、こっち、こっち。よろしくお願いします。今日はシャツ着てますか？あ、さすがです、着てます。でも今日風が強くて、ちょっと脱げるかわかんない。そうっすね。はいはいはい。あ、これお正月に、はい、買った、あの良平と一緒に買いに行った44ですね。お、来ました。ベーマンで。あの、あ、そうですそうです。なんか店内でなんか欲しいものが4個ぐらいあって、はめた感じ一番あのしっくりきて、で、まあ今流行りの色なので、キャメルだね。もう買っちゃいました、もう。いいっすね。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今日は破壊王ということで、はい、破壊しましょう。ペットボールあってもいいですか？ダメです、ダメです。ペットボールダメです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日風があんまないんで、やりやすいと思うんですけど。そうですね、はい、全然無風なんでね、大丈夫と思うんで。よろしくお願いします。あれ、重力、今日重力こっち側かな。そうですね、ちょっとなんかね、軸が曲がったんですね。バッテリーですか、今日は最初。そうですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみましょう。はい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。そうそう。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.